皆さんこんにちは、まめです。今回は結構重要なお話です。これから iPhone15 シリーズを購入しようとしている方、もしくはすでに手に入れたけどこれから古い iPhone からデータの転送をしようとしている方にぜひとも見ていただきたい結構重要なお話になります。一体何が起こっているのか早速ご紹介していきたいと思います。それでは早速いきましょう。一体何が起こっているのかというと、今まで使っていた iPhone から15シリーズにデータを移行しようとすると新しい iPhone がフリーズして全く動かなくなってしまうという現象が相次いでいるんですね。 iPhone はデータの移行がめちゃくちゃ簡単で、画面の指示に従っていけば結構誰でも簡単にデータを移すことができるんですが、そのデータ移行の途中で iPhone がフリーズしてしまってどうしようもなくなってしまうというわけ。これ解決しようとするとパソコンが必要で、さらに複雑な操作が必要になってくるわけで、パソコンを持っていないもしくは苦手な方にとってはなかなか酷な状況になっていくというお話です。これそもそもなぜこういうことになっているのかというと、 iOS17 に問題があるようなんですね。 iPhone15 シリーズは iOS17 が入った状態で出荷されているので、皆さんの手元に届くときには iOS17 がすぐに使える状態になっているんです。ただその iOS17 に不具合があるようで、データ移行をしようとするとフリーズが発生してしまうというわけ。 X のタイムラインを見ていると、もう何人もの方がフリーズしてしまったというのを見かけました。ではどうしたらいいのかという対策についてもお話ししておきます。新しい iPhone がフリーズしてしまわないための対策は、まず一番最初に新しい iPhone のバージョンアップをするということです。現状こちら iOS17.0.2 という不具合修正が含まれている最新の iOS が配信されているんですね。 iPhone15 を手に入れたらまずは iOS をアップデートしましょう。もちろん Apple 側も対処をしているようで、新しい iPhone を起動して画面の指示通りに進めるとこのように、これは英語なんですが、ソフトウェアアップデートをしましょうといった案内画面が表示されるようになっているんですね。この画面が出た方は必ず青いボタン、今すぐアップデートするを選択してください。それをしないとフリーズしてしまいます。それからこの画面が出ないという方も一部いるようで、この画面が出ない場合は少し面倒な手順になってきます。もしこのようなソフトウェアアップデートと書かれた画面が表示されなかったという方は、画面の指示通りに進めるとこのような画面が表示されるかと思います。この画面が出たらその他のオプションをタッチしましょう。するとおそらくこのような画面が出ると思います。この画面が出たらアップとデータを転送しないを選択して、新しい iPhone をデータ転送せずに起動してください。無事に起動が終わるとこのように Apple 純正のアプリだけが並んだ画面が表示されるはず。この画面まで出たら設定をタッチして、一般、ソフトウェアアップデートをタッチして、iOS のバージョンを最新にしましょう。それが無事に完了したら、設定アプリから一般、転送または iPhone をリセット、すべてのコンテンツと設定を消去、続けるをタッチして、この iPhone を初期化しましょう。するとこんにちはの画面から始まると思うので、あとは手順に従って古い iPhone からデータを移行すればフリーズせずに正常にデータ移行できるかと思います。結構ややこしい手順かもしれないので、もしわからない方がいればこの動画のコメント欄でコメントをいただけたらと思います。僕も極力返信しますし、もし詳しい方がいればその方々に返信していただけるととても助かります。ちなみにもうすでにフリーズしてしまったという方のためにもお話ししておくと、この動画の概要欄にある URL を開いてください。すると英語でずらずらと書かれているんですが、こちら、あと書かれた部分をタッチして日本語に翻訳しましょう。すると iPhone が動かなくなってしまった場合の手順が載っているので、この手順に従って自分の手でリカバリーする必要があります。これでもしわからない場合は Apple サポートに問い合わせの必要が出てきますね。
今回の不具合を受けて、おそらくこれから出荷される iPhone は iOS 17.0.2 が入った状態で出荷されると思うので、一時的な問題だとは思うのですが、それでも影響を受ける方はまだまだいると思いますので、知り合いに iPhone 15シリーズを購入しようと思っている方がいたら、ぜひこのことを教えてあげてください。このチャンネルでは、今回のような iPhone を使っている方にぜひ知っておいてほしい情報だったり、便利なアプリのご紹介、ガジェットの紹介を丁寧にわかりやすくしています。まだチャンネル登録をしていない方は、よかったら登録していただけると嬉しいです。以上、今回は iPhone 15シリーズのデータ転送の不具合についてお話ししました。それではまたお会いしましょう。